立石寺、立石寺は、山形県山形市にある、天台宗の寺院。山寺の通称で知られ、古くは、竜石寺と称した。詳しくは、法師山阿蘇川院と手石寺、宝珠山阿蘇川院立石寺と称する。本尊は、薬師如来。座王国定公園、第二種特別地域に指定されていて、園人が解散した四寺、中村寺、盲辻、 随岩寺をめぐる四次回廊を構成しているほか、若松寺、寺音寺をめぐるでは名刹三字参りを構えする。立石寺の創建について、寺伝では、上岸二年、八百六十年に、聖和天皇の直命で、縁人、自覚大使が解散したとされている。当時の創建が、平安時代初期。 旧世紀に遡ることと、縁人との関係が深い寺院であることは確かであるが、創建の正確な時期や事情については、諸説あり、早々の時期は、上岸二年よりもさらに遡るものと推定される。立石寺記録、立石寺文書のうちは、解散を、縁人、解祖を安寧と位置づけており、真院の安陽院は真能が、千住院と三能院は、実現が開いたとされている。 安衛は、縁人の後を継いで、天台雑となったそうであり、神皇と実権は、縁人の東国巡釈に同行した弟子である。安衛は、上和十一年、八百四四年から過剰二年、八百四九年まで、出馬国の講師の任にあり、東国に天台宗を広める役割をしたことから、立釈寺の実質的な創立者は、安衛であるとする説もある。また、 縁人が実際に、東国巡釈したのは、天朝6年、829年から9年、832年のこととされ、この際、弟子の心の音、実験をこの地に留め置いて、立釈寺の回装にあたらせたとの解釈もある。立釈寺には、上岸2年、860年12月の日付を持つ、縁人置き踏み写しが伝わるが、この文書は、 必ずしも寺の創建年時を示すものではなく、この文書自体が、後世の家宅とする説もある。上元二年、860年には、縁人は当時としては、高齢の60歳代で、しかも、天台札の行為にあった。したがって、この時期に、縁人が実際に、今の山形県に出向いて、立石寺を建立したということは、年齢と地位の両面から、 文字通りの史実とは考えがたく、縁人の意を受けた、アンエラによって旧世紀半ば頃から徐々に時間が整えられたと見るのが本当である。なお、根元中道に安置されている木造、ビシャモンテ天立像は近年の調査によって旧世紀頃の作であることが判明しており、縁人と見られる頭部の実の貴重像と同様、立尺寺じ創建機の一例に加えられる。また、 教皇の上で鉱締めの結び目を表していることや、細い腰帯の下に幅広の腰帯をつけるなど珍しい構成となっているが、これらは東北地方の新章系の作例にしか見られないもので、平安時代には同種の作例がある寺院との間に繋がりがあったことを示唆させる特徴を持つ点でも注目に値する。立石寺には、縁人、自覚大師の意外を安置すると伝える。 入場窟がある。史実としては、縁人は、上岸六年、八百六十四年、比叡山で没しており、立石寺に実際に遺骸が移されたという確証は、ないが、入場窟の上に建てられた、天陽元年、1144年の、女法行書碑が現存し、そこには、大師の五字を仰いで北家行を埋納するという趣旨の、子が書かれていて、この時代、十二世紀、 すでに縁人がこの地で入場しているとする伝承が成立していたことがわかる。昭和二十三年、1948年から翌年にかけて入場靴の学術調査が実施され、金箔押しの木管と人骨五体分、縁人像と思われる頭部のみの貴重像などが発見された。この木長像の頭部については、目鼻立ちなどの特色から縁人像であることは認められ、 作風から9世紀頃の制作であるとされる。鎌倉時代には、幕府の保護と統制を受け、関東後祈祷所となり寺は栄えた。本尊薬師如来座像は、元旧2年、1205年修理されており、この時本堂の修造が完了し中に新章を増留した。後に陛下により、画乱を消失し、13世紀中頃には、幕府の制作により、 前週に改修となった。塩文元年、昭平十一年1356年、柴金頼が、武州丹大として、山形に入部した後、金頼により再建され、天大州に戻った。文明十四年、摂州東洋が訪れ写生している。大英元年、1521年、寺は、天道頼長の陛下を受けて一山消失した。栄昌十七年、 1520年、頼長は山形盆地に進出した伊達種宗と戦うが、この際立石寺が伊達川に火星したために、頼長の怒りを買い、翌年焼き打ちを受けたものである。なお、現存する立石寺中堂は、後世の改造が多いものの室町時代中期の建物とされている。焼き討ちの際に、比叡山延暦寺から文ともされていた宝刀も消滅し、 天文十二年、1五百四十三年、もがみ盛の再建の際、再度分明かりすることとなるが、元気二年、1五百七十一年の、比叡山焼き打ち後の再建時には、立石寺側から逆二分灯されることとなった。立石寺は、山形城主であった、最上家、柴金頼を外すると、関係が深く、同家の庇護を受けていた。もがみ盛の母、 瞬間る公に、瞬間方向に、和光敗した道具の最高に努め、その孫、もがみよしりの子にあたるもがみよしあきも、縦石寺を援助した。義満の時代の文言帳によれば、立石寺には、事業千三百国が与えられている。元六二年、1689年に、松尾芭蕉が旅の途中で訪れ、その時のことが、奥の細道に書かれている。また、 当地でメイク、暇さや岩尾に染み入る蝉の声を読んでおり、賛同に行く日がある。重要文化財名称、史跡、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。